もうちょっと手前溝を意識して滑った方がいいかな。若干アタックする手が少し高くなる。若干まっすぐ狙いすぎかな。そのお釣りがポール過ぎた後の横プレッシャーになってます。タイミングもっと早くしないと、スキーはそれで横にしすぎてる。腰が引けて上体がかぶっちゃってるかな。あれだと足が動かなくなって全部タイミングが遅くなります。だいぶでも腰高になっていい感じ。あの足元見ると分かんないけど、少しハの字 X 脚になりやすい。内足首を曲げるように。ボールを待たないように自分から体を落とし込んでアタックしに行くように。今お尻が落っこってましたよね。ちょっとスキーを振りすぎ、もっと全体捉えて手前から角を立てられるようにしましょう。やっぱ腰が引けてるんで、内膝の足首、内足首が曲がってないから、どうしても腰が入っていかないです。内足首の曲げも意識して、ちょっと腰が引けてます。かかとからターンに入ってます。だいぶうまくはなってます。ただやっぱしスキーのハの字が残りやすいです。もっとかかとを寄せてスキー揃えていきましょう。ストックだいぶ前出てきたんですけど、上体が被るんでタイミングがどうしても遅くなりやすい。もうちょっと体を起こしていきましょう。自分足首を使って運動をどんどん仕掛けていくように。足首の動きはちょっと足りないです。だいぶストックもつけるようになってきたんで、タイミングを早くストックついて切り替えを早くできるといいです。ちょっとかかと寄りかね。それとストックワークが全然ないです。体の向きとか、あの構え、ゲートに向かって構えはすごくいいんだけど、外足があのゲートから離れすぎてしまってます。体の下に外足があるように。